イカちょうだい、イカイカ、小さいイカ。はい、具体的にですね、お願いします。厚労省が緊急性の高い症状、この味噌が残っているからかけたらいいわ。このようにですね、新型コロナウイルスに感染して、その後、まあ、自宅療養などをしていた方が、まだその家帰って。このような症状が出たら要注意というポイントとして、公表されたものですね。例えばその外見ですが、ご本人もそうですし、家族が気づくことも多いと思います。顔色が明らかに悪いですとか、それから唇が長いことも多いこと、それから息苦しさがポイントでは、息が薄くなったですね、急に息苦しくなった、胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができないといったような、そういったことがもし起きたらそれも、重症化の可能性がポイント一つとなります。そして意識障害などといった分野でですね、反応はちょっと弱いな、ぼんやりしているな、みんながないよって、もう少しているな、こういったご家族が来ることも多いでしょう。こういったポイントが挙げられているんですが、そうだろう、まあ、もうこの間だけ大変だね。この。自分を守るためですけれども、これが暴走をして正常な細胞まで攻撃してしまうようなこと、これ持病のない人や若者でも起こりうるということなんですが、ミキ先生、このサイトカインストーム、なぜ体の中で具体的にどうやって起こるのか、ちょっと教えていただけますか。はい、サイトカインというのはですね、そこに示されていますけれども、免疫細胞が作ってですね、本来感染症と戦う物質なんですね。で、特にウイルスにダメージを受けたような細胞を除去したり、それからウイルスそのものと戦うという働きがあるんですけれども、時にですね、そのサイトカインが過剰に産生される、まあ、結局ですね、量が多くなりすぎてですね、その悪い細胞だけではなくて正常の細胞まで攻撃してしまうということが起こります。その場合にはですね、これサイトカインストーム、ストームというのは嵐ですので、まさに嵐のようにそういうものが作られて、いろんな血管の細胞ですとか、いろんな臓器の細胞ですね、そういうものまで障害されてしまって、ショックになって、一気にですね、多臓器不全と、いろんな臓器の機能がダメになってですね、あっという間に人の命を奪ってしまうというようなことが起こることがあります。はい、でそういったサインとして、また戻りますけれども、まあ、こうやって同時多発的にいろいろ起きれば、これは注意しなきゃいけないなという、まあ、アラートは鳴るとは思うんですが、例えばこう、日常生活の中で少しでも意識が高いと、この辺りを、まあ、絶対的な何かの数値ではないので、心配ができるかという心配の点があるんですが、見ててどうでしょうか。そうですね、やはりなかなか普通の方がですね、まあ、特に一人で暮らしになっている時に、まあ、こういう症状が出た時に、まあ、それが危険なサインだというふうに気づくのは難しい場合がありますですね。まあ、ですからやはり、検査で陽性になった、まあ、感染者の方ですよね、症状がない、あるいは症状がないというふうに思われてもですね、同時多発で行われているのは非常に危険で、やはりそういうふうにきちんと体制が整った、ホテルですとか、そういうふうな施設にですね、管理して
ていただくのがいいと思います。その場合、おそらく看護師さんですとか医師が常駐していますので、まあ、こういうサインがあった場合にはすぐそれに対応して、お急ぎでですね、救急車を呼んで病院に行くというような質問ですね。現状、その厚労省は軽症者のために全国で1万2000室の宿泊施設を確保しているということなんですが、実際使われているのは860室です。それもだんだんやめた方がいいよ。今日はなんか食べてたみたいだから治ってるかもね。いけないところがない。
Yeah.